西宮で遊びたいだけやねんという社長ミヤット西2でございます。現在社長ミヤット西2はこちら西宮市役所の前に来ております。なんとなんとこの市役所前にですね、とてもとても西宮で多分一番早いんじゃないかっていう風な早咲きの桜があるというふうな情報をですね、太巻さんからいただきましたのでちょっと来てきます。というか何やそこ、なんか引っかかってんな。あれ何やろ、ちゃんと見えますこれ、木になんか引っかかってんねんけど、あれ何やろ、タコか、残念なタコがいます。ということでとりあえずちょっと行ってみましょうか。ラフじゃないところ、公園こんな感じになっております。ここにね桜があるらしいです。ちょっと行ってみます。千葉のね芝生は多分、あ、一瞬で見つけました。あっちですね、あの方向、駐車場の方に歩いていった木のところにあるみたいです。ちょっと行ってみます。どんな感じでしょうか。あれですね、跡がいます。あれですよね、多分ピンクなってます、ピンクなってます、完全にピンクです。いないであろうということでございます。これは桜ですか。桜なんです。あんまりね植物に詳しくないんで見ていきましょう。こんな感じになっております。これ桜ですよね。あ、ピンク、これもう葉桜になってるって感じ。こんな感じになっております。見えますかこれ、映ってる、してますか。すごいですね、名前書いてます、名前書いております。こんな感じ、名前はですね修善寺寒桜って書かれてます。ちょっと Google で検索してみたところ、修善寺寒桜っていうのはどっかにある修善寺お寺が伊豆かなんかにあるらしい、そこの桜らしいで、いろいろ調べたら Amazon で売ってました。1600円ぐらいで売ってたんですけども、早咲きの種類っていうふうなことで、一応3月に咲くっていうふうなことですね。ちょっともう葉っぱがついてるんで、もしかしたらもうちょっと前に咲いてたかもわからない。すごいですねそうやって考えて、まあ、3月9日なんでね、3月入ってもしかしたら2月に、いや2月はないか、でもねでもだいぶこれはすごいですよっていうふうな感じでございました。社長宮跡西2の桜速報させてまいりました。楠の木が大きい。